3秒2秒1秒アタックファウルあった、バスケットカウントですね。いや強く行き切りました。ムーニーファウル2つでエドワーズ出ます。そして比江島と原、スコットのピックの逆を行ってミドルショット、あー惜しい。おー比江島が早くも7点。はい、期待に応えたいというふうに本当になるので、おーイカルが後ろスペースあります。はい、惜しいところ。あーナイスキップ。ただ弾く赤穂、スミスのアタック、ファウルあった、バスケットカウント。いやこれはナイスインでした。フィーラーのファウルを取りました。リバウンド富樫ジャンプ、そして富樫高速コースのアタック。テーブスから長いパスから渡辺アタックに切り替えた、フィーラーに合わせる。ナイス合わせですね。この合わせはね非常にスムーズですね、はい、いい合わせでした。加藤が右にいます、藤永が左にいますが、またスミスのアタック、いいターンでした。はい、そして渡辺セカンドチャンスで渡辺のスリーはどうか、来ましたね。いや動きよく作ってますよね。ボールのないところで今激しくやっている佐藤が動いてコーナースリー。渡辺と原、スコット、誰に打たせるセットか、比江島は右のウィングにいる、スコット自分で打った。いやー今のは素晴らしかったです。そしてその後これファウルありましたか。かなり抑えています。ああエドワーズ、これが前半でなかなか決まってこなかったんですけれども、出だしでしっかり決めることができました。ただタッチダウンパスかいってのムーニーでした。はい、フォトゥ乗ってくるか、フォトゥショートディフェンス、スコット走る、そしてエンドファウルに行ったか、佐藤ファウルになってない、スコットリバウンド、エンド、そしてスコットが走っている。これはスコットでスコットが走る、ここからでした。ここのリバウンドから切り替えが早かったです、スコット選手。ミーラーがよく見ていました。スミスとエンド選手のところで攻めてきます。ポストアップいくか、向き直って、あファウルだった、バスケットカウント。あ今2回連続エンド3つ目、イカルガも加わって、イカルガフェイク入れながらスミスは飛ばせない、ワンハンド粘ったスコット、ミスマッチになっているんですが、ドアシュ打ってきた、てね、おー来た、一回テーブスに入れる、テーブスと富樫の息の張り合い、ああ、ナイスパス、中が空いた、よく決めましたね、はい、打って、打って、大倉ディフェンス飛ばしてスリーどうでしょう、来ない、ああ、ナイスリバウンド、素晴らしいオフェンスリバウンド。はい、まあ、先ほども絡んでましたけれども、次は取り切りましたね。ここミスマッチのとこうまくね、今度は千葉がディフェンスの強度を上げてくるか、比江島下がってエルボージャンパー、はい、リバウンドムーニーです。ここは強い、平均リバウンド 10.7 のムーニー、あーそして赤穂、イカルが富樫を飛ばしてショートコーナー、リバウンドフィーラー、スコットファウルあってバスケットカウント、誰のファウルか、はい、比江島が戻る準備をします。スコット北川回してエンドスリーどうでしょう、来た、スミスのここからアイストレートブランク、いやー打ってきた、やり返す、いや入れ返しました。ホトゥが今ムーニーに絡まれていますが、ポストアップでいくか、今日なかなか決まっていないフックショットですが、バスケットカウント、はい、いやこれ本当に前半でなかなか決まってこなかったんですけれども、おーどうした、うん、そして遠藤が足を痛めてしまった、ただ千葉はプレーを続けるスミスだー、来たー、宇都宮タイムアウトです。遠藤選手、エドワーズがダイブしていく、スミス6秒、おーカットした、来たフィーラー、スミスに対して比江島のディナイ、富樫打ってきたー、